川端です。よろしくお願いします。今回は吉祥寺女子中学校の問題です。中学入試の問題なので小学校6年生が解くという問題となっております。このね、分数の計算をしなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。これなんですけどもね、分母をちょっと一気に揃えるのはちょっと難しそうですよね。じゃあどうするかっていうことなんですが、例えば13分の3と39分の4、これだったらすぐ分母合わせることできますよね。39っていうのは 13×3 になります。なので、39で合わせるって考えれば、分母、分子を3倍して、ここの式がですね、39分の9足す39分の4という具合になって、ここ計算できると。同様にして、19分の8と38分の3、ここを計算できますよね。38っていうのは 19×2 です。なので、こっち2倍することによって、分母38に揃えることができます。よって、38分の16足す38分の3という具合になって。で、続いて、22分の3足す31分の1。22っていうのは 11×2 のことで、33っていうのは 11×3 のことになります。ということはですね、こっちは3倍して、こっちは2倍することによって、分母揃えることができますね。つまり分母66で揃えるわけです。そうすると66分のこっち3倍だからサザンが9足すことの、ここも2倍して66分の2という具合に計算することができますね。ここの部分ですね。ここの部分はこうなると。はい。そうするとそれぞれね、計算すると39分の9足す39分の4は39分の13と。なります。続いて、38分の16足す38分の3は、38分の18という具合に、嘘です。19という具合になります。続いて、66分の9足す66分の2は、66分の11という具合になります。したがって、39分の13は3分の1。38分の19は、19で割って2分の1。66分の11は、11で割って、6分の1という具合になりますね。そうすると分母最後6で合わせて、6分の2足す6分の3足す6分の1で6分の6になって、答えが1と出るわけです。はい。ということで、もう分かったかな？これね、いっぺんにやろうとすると大変なのでね、あ、これとこれ相性がいいな、これとこれ相性がいいな、これとこれ相性がいいな、ってやるとうまく、ここでね、約分できるようになってる。ね、そういったね、結構面白い問題だと思いました。わかったかな？以上で解説終わります。では。